何かを感じ何かを忘れ人が生きていくのに必要な記憶はどれだけなのだろう覚えていたはずなのに気づいたら消えていた記憶思い出そうとしても逃げていくように消えていく記憶先輩はどうして私に優しくしてくれるんですかそれであなたはどなたですか先輩、私のこと前から知ってますよね。先輩と私、何か関わりがあったんですよね。私は一体何なんですか？先輩と私って、どんな関係だったんですか？山さんは僕が生きてきた中で一番大切な人だ苦しんで欲しくないだから僕と栗山さんは一緒にいちゃいけないんだ私ですよね普通の人間じゃないんですよね先輩と一緒にいちゃいけない理由なんですよねお願いです教えてくださいやめろ僕は君に幸せになってほしいんだ幸せ私は幸せなんですかどうして何も知らないまま先輩が誰かもわからないまま生きていくのがそれが幸せなんですか私が化け物だから私のせいで違う私なんかいなければよかったんです違う僕は生きたいと思ってる君が好きだからたとえこの先どんなことがあったとしても僕が君を守ってみせる